in the criminal justice system, the people are represented by two separate yet equally important groups. the police who investigate crime and the district attorneys who prosecute the offenders. this is the story of donald trump. his entire life, trump has believed he's above the law, that no one would ever dare hold him accountable. he lies. he rips off workers. he sexually abuses women. hey, when you're a star, they let you do it. you can do anything. He cheats in business. He cheated on his wife with a porn star and paid her off so the American people wouldn't find out during an election. But in the criminal justice system, ordinary Americans have had the courage to find him accountable time and time again. Guilty. 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 Donald Trump guilty on all 34 felony counts. For the first time in history, we have a convicted felon running for president. And to take on this case, we need a president who has spent her life prosecuting perpetrators like Donald Trump. He tried overturning Georgia's free and fair election. I just want to find 11,780 votes. He's tried to escape any responsibility for it instigating the January 6th attack on our Capitol. Well, we're going to walk down to the Capitol, and I'll be there with you. And if elected, Trump has promised to overturn laws that would keep him accountable and exact retribution on anyone he considers an enemy. Even warning of a bloodbath if he doesn't get his way. So we the people have a chance to render our own verdict on Donald Trump. We are the jury he most fears. When we vote this November, we vote for justice, accountability, and the rule of law that keeps America free. 今、これ動画で見ていただいている方はご覧いただいたように、そのトランプがもう完全に犯罪者であり、民主主義の敵であるっていうことをもう完璧に暴露する広告を民主党はこの全国大会で流して、まあこれ、あのテレビ中継もされていましたから、何百万人ものアメリカ人の人たちが見た,見たっていうことはあるんでしょうけど、 まあ、そういうことがあったんですね。で、まあ、今ご覧いただいた通りなんですが、まあ、改めてこの内容を紹介すると、まずトランプはもう脱税をしてきたと、そして不倫もしてきたと、そして2021年の1月6日の暴動、えーあのえー、キャピタルでの暴動をその先導したと、それで選挙結果を一向に受け入れない民主主義の敵であると。 そして、まあ、有罪判決、ここ最近も、ま、何十個もの、その罪状で起訴されて、それで実際、あの、裁判所でも有罪判決を食らいまくっていると。それに対して、そのカマラ・ハリスは、ま、長年、その検察官として、法の執行者として、あの、アメリカの法と秩序を守るために働いてきたと。それで、そうした中で、ま、トランプは、えー、敵、その、 また大統領に再選された赤月には、その政治的に対立している、まあ、政敵をその投獄すると、まあ、そういうことまで宣言している民主主義の敵であるっていうことを、まあ、完全に暴露して、でそういう、まあ、広告が、さっきご覧いただいたような広告がですね、DNC の民主党全国大会で流されたっていうことがあるんですね。でまあ、本当これ、 あの、逸材というか、もうほんといい広告というか、もうこれを見て、やっぱトランプが、あの、まともな人間であるっていうふうに、その、判、判断する人なんて絶対いないでしょうから、まあい、いないでしょうからっていうか、まあ、トランプの信者であればね、そういうの、マガの、えー、まあ、ワールド、マガの世界観に、ずっぽい、あの、えー、染まっている人であれば、まあ、トランプの方が、それでもトランプはもう絶対に正しいんだ、そんなことやっても、もうトランプは私たちの親民は絶対に正しいんだとか、まあ、言い続けるのかもしれませんけど、まあ、そういう、連中以外の一般人であれば、あの、 まあこの報告っていうのは響くと、心に響くというふうに思いますから、本当にいいと思うんですが、ただ、あえて言うならですね、ちょっと不倫のところをあの紹介する際に、なんか、ポーンスターと不倫したっていうような下りがあったと思うんですが、このポーンスターと不倫したっていうことをなんか、否定的な文脈で言うっていうのは、ちょっと余計なんじゃないのかなっていうふうに思いますよね。別に職業は関係ないですから、不倫は不倫で悪いわけですから。しかも民主党の中でも、そのセックスワーカーの権利を守るために頑張っている人もいるわけですし、議員とかですね。 あと、ま、この、えー、広告、広告というか、ま、この映像、あの DNC、多分、ま、ポーンスターというか、ま、セックスワークの業界で働いている人も、多分何人かは見てたでしょうけど、それは何百万人もアメリカの人たちが見たんですかね。だからね、なんかそういう人たちがちょっと、この、えー、まあ表現にイラ,イラッとしていても、それは驚かないなっていう感じだと思うので、まあ、そこはね、ちょっと、まあいい、余計なんじゃないのかなっていうふうに、ま、小さな点かもしれないですけど、ちょっと思いましたね。で、ただ、まあ、この、えー、映像が伝えたい、この主な論点、 そのトランプが犯罪者であり民主主義の敵でありもう道徳的にも完全に崩壊したあの全くその尊敬に値しないもう政治家には絶対になっていかないいけ、は、なってはいけない人間であるっていうそうした論点はもう完全に正しいものですしあとなんかローオーダーっていうまあ法と秩序っていう言葉はなんか,かねてからずっとその共和党がなんかあの輝いてきたスローカンではあるんですよねそれは要はそのまあ、例えばジョージ・フロイドのあの事件があってジョージ・フロイドが警察に殺されたっていう事件があってその黒人の あの、ブラックライブスマターの運動がかなり、あの、広がって、それで、まあ、あの、一部ね、ほんの一部、その、ええー、まあ、ちょっと、運動が過激化した部分が、あの、一部であって、それで暴動が起こったとか、いうことに、そこをクローズアップして、それでなんか、BLM はほんと、えー、怪奇な連中なんだ、私たちのアメリカの、ほんと、法と秩序を守らなければ、みたいな、そういう、あのことを、共和党って、まあ、一時期言っていたと思いますし、別に今もその、あれを捨てたわけではないんでしょうけど、 ただから今はもう本当にローオーダーっていうのはもう民主党が言うべきあのことであるっていうふうに強く思いますよね。というのもやっぱそのトランプっていう犯罪者をそして民主主義の敵暴動を煽った民主主義の敵がローオーダーなんて言ったってそんな響くわけないですから。それに対して民主党はこの共和党っていうま対立する政党のトップに犯罪者が、えー、トップっていうかま大統領候補に 犯罪者であるトランプがついたっていうことで、もうローオーダーっていうお前ら言ってたのに、結局お前らがドローオーダー全然守ってないじゃないかっていう話なので、まあそういう論点での追求っていうのはあの全然あり得ると思いますし、それもそれなりに効果を、えー、こうそうするんじゃないのかなっていうふうに、まあ思いますよね。 で、ただ、それだけで、その民主党が勝てるっていうふうに思ってると、やっぱ、まあ、それだと、ちょっと、あの、いろんな過ちを犯すんじゃないのかなっていうふうに、個人的には思っていて、やはり、そ、そうしたことも、あの、響くとは思うんですが、ただ、同時に、その、経済政策ですとか、まあ、医療、 保険制度に関すする改革ですとか、まあ、そうした、その人々の生活に根ざしている政策についてちゃんと訴えていくっていうこともまあ大切だと思っていて、まあ、そういう点では、ね、ミネソタ州のウォルツ知事を選んだっていうのは副大統領候補にですね、ほんとカマラハリスの英断だというふうに思っていて、まあこれ当時の動画であの、この 指名されたっていうことが決まった直後に作った動画でいろいろ政策を、えー、紹介してますけど、本当その進歩的で人々のためになる経済政策、医療介護政策っていうのをウォルツは、えー、その地元でミノ、みんなタ州でやってきた人ですから、もう本当そういう人をあの選んだんですから、せっかく選んだんですからね、その政策をきちんとそのアメリカの人々に対して、えー、アピールするっていう、そういう選挙運動もぜひ展開してほしいっていうふうに思ってますし、あとこれはまあ、あのさっき取り上げた話題ですけど、パレスチナに関してもですね、 その、この DNC のは民主党全国大会でも、その会場のすぐ外で、あの、パレスチナ連帯の人たちが抗議活動をしていた、まあ、カマラ・ハリス、あの、お前はジェノサイドを可能にするなっていうことで、まあ、バイデン政権の一員ですからね、ハ,ハリスも、あのみ、そのジェノサイドに対して全く責任がないとは当然言えないわけですから、まあ、そういう抗議も当然起こり得るんだろうなっていうふうに思うので、やっぱそうした、その、まあ、私も含めてですけど、その、パレスチナの、まあパレスチナ人に対するジェノサイドを行っている、まあ、そうしたバイデン政権に対する不満を持っている層っていう、えー。 ところに対してですね、きちんと、パレスチナのジェノサイドをやめなければいけないっていうメッセージをちゃんとその選挙運動の中で、まあ、今、ハリスはみ、まだバイデン政権の副大統領っていう立場で、そのバイデンの下で働いている人ですから、どこまでそうした立場で言えんのかっていう問題はあるでしょうけど、とはいえ、やはりイスラエルべったりでも、ジェノサイド全然大賛成、パレスチナの人たちは全然生きるか資格なのないんだ、大賛成だ、みたいな、そういう、そのバイデンみたいな態度をとっていれば、あの、まあ、バイデンも口ではね、そりゃ、あの、えー、 イスラエルはあの、えーとまあ、パレスチナの人たちもいいき生きていかなきゃいけないみたいなえ口では言ってますけど、ただ実際にやっていることはねあの、ジェノサイドを全面的に支持しているっていうことなんですから、でまあ、そ,そういうバイデンみたいなやつにはならないっていうことを、まあ、それは難しいとは思いますけど、ちゃんとパレスチナ連帯の姿勢っていうのを明確にするっていうことも絶対に、その ミシガン州、まあ、特にミシガン州ではアラブ、アラブ系の人たちが多いところですから、そういう、ミシガン州っていうのはスイングステートっていうふうに言って、その民主党に行くか共和党に行くかっていうのが、あの、わからない、え、州ですから。ですから、そういう、あの、まあ、そういうことも含めてきちんとパレッチナの問題に関しても、やっぱハリスには声を上げてほしいなっていうふうに思いますし、まあ、選挙運動の中でちゃんと主張してほしいなっていうふうには思うんですけど、まあ、何にせよですね、この民主主義の敵であるトランプを、え、打ち負かすためにも絶対にハリスには、あの、今後も頑張ってほしいというふうに思いますし、 あの、この広告に関してはかなり、あの、完璧にトランプの、ええー、まあ、正体を暴露していてよかったんじゃないのかな、っていうふうに思いますね。